勲章の意義を書いてあるの。毎日勲章する課長。こんばんは。こんにちは。おはようございます。誰かみたいな。ですね。本日は、ですね、ちょっと、美容院に行ってきて、このアフェダの、ちょっとこれ届これを買ってきたので、ちょっとそれをちょっと紹介しがてら、他にもオジアとか買ってきたので、紹介しつつ検証の話をしたいなと思っています。もうなんせね、私ね、絵面がね最高に問題なので、なんかもっとちょっと使いこなしてね、うまくやりたいなと思うんですけど、まあその辺はちょっとまだ今できてないのです。これですね。これをですね買いましたよ。これなんだって、なんだって、ですね、この限定のセットです。これ買ってきました。これ買ってきました。今これとこれがついているのでですね、ちょっとお得感ありますね。これはなんかアベダってめちゃくちゃね香りが好き。なんかインド系のなんだろう、あれはアイルベーダ系の なんていうのかな、なんかオイルの匂いがすごくなんかいいですよ。で、私うち結構インドの私がインドの屋台むちゃくちゃ好きで、インドの YouTube とかをインド系よく見るんですよ。インドの屋台とか、だからインドの人、視聴層がなんか世界シェアだとなんかあんまりいい評価はされないみたいなんだけど、うち単純に今までハリネズミで日本語をまくしたて喋るパターンじゃなかったので、でハリスタグラムから、今インスタグラムなんですけど、インスタグラムから結構日本のハリネズミを飼ってる人以外のなんか世界的にハリネズミっているので、まあその辺からのつながりの、見てくれる方がいるんだけど、最近こうやって検証生活始めちゃったじゃない。これって単純にずっと日本語で私が喋ってるでしょ。だからなんか海外の視聴者が離れてってるんですよ。困ったもんですね。これどう対処すべきか、そのままこうのパターンでいくか。まあちょっとハリネズミはどうしたんだって、まあ知ってる人だけ知ってるということで、これすごいねいいんですよ。だからハリネズミがいるからオイルとか買おうと思ったんだけど、結局手とか家とかに匂いつけると、方たちが、うちのサユとレが、ケンタが嫌がるから、ちょっとなんかだからアロマとかそういうのも全然、極力ハンドソープとかもずっとつけない生活続いてたんで、ちょっと香料嗅ぐだけで結構なんかテンション上がります。でもやっぱり自然的ななんかことから考えたら、香料も NG にした方がいいんだよね。ちなみにアベダは動物実験をしてませんってうちのチビが騒いでました。要するにシャンプーとかコンディショナーとかって動物が肌荒れしないやつが一番最高峰で、やっぱり髪のこうモデルさんとかは馬とかが使うシャンプー、もう馬のシャンプーむっちゃなんかいいって言ってましたね。で、そもそも髪の毛洗髪しない、洗わないって。で、シャワーヘッドとかを泡タイプでこう出るやつにして、洗わないシャンプーとかつけないで、なんて洗剤つけないで、まあ体もそうなんだけど、結局洗剤とかでボディーソープとかなんだけど、そういうのでなんか洗うとやっぱカサカサしてくるでしょう。
かそういうのしないで、なんか、うん、洗い流すとか言ってましたよ。うん、水素水とかそういうのが出るシャワーヘッドとかで、まあ、今日またそれを見て聞いてカッサとかのあれとか見てもむっちゃテンション上がって帰ってきました。なのでちょっと美容系のね、で今ちなみに使っている化粧水は何ですかって言われたので、化粧水はこれです。ハーバーの VC ローション。意外と高いんだよこれ。このポンプタイプは期間限定でたまに売るんだよ、夏と冬に。これが一番便利ですね。ちっこいやつよりも。でもこれ意外と高いです。うん、なんか匂いもそんなになくて、私はこっちのしっとりするこっちの方が好きです。でこの間のなんか私ね、結構あれがいいんですよ、なんか脱毛器のレビューが結構アクセスが良くて、なんかカサカサしてすごい困ってるところに、このハーバーのこれをボディスフレを塗って、結構このね、なんかナチュラルな匂い、ハーバーって北海道なんで、ラベンダー系とか、すごいなんか自然な、まあ、基本的にそんなツンとくるような香料じゃなくて、すごくなんかナチュラルな、すごくテンションの上がる、香りが、いいですよ。でですね、これ、ちょっと動かしたら、もうちょっとの、ちょっとテンション上がるように、ちょっと音楽をかけてみたのに、これどうですかね？ある方がいいですか？ない方がいいですか？なんかその辺も言ってください。で、ですね、今日は、オージアを買いましたよ。オージアを。結局、クインチを買ったんですけど、これ。クエンチ。ダメだ。ちょっと待って、これ、顔がね、反射して映るリスクがあるんだよ。危険。クエンチ。もう発音が難しいんだよ。これ。ちっこいのでもくれるって言うから、これをですよ。でも、そこの、サロンが、記念、1周年記念、なんでオープン1周年記念の記念で、なんかその、店内にある、ま、この間の動画であげたやつなんだけど、このアベラとかも全部 20% オフなのよ。そう、これテンション上がるでしょ、マジに。むっちゃ、上がりましたよ、私は。これでも動画どう、上げようかどうしようかちょっと悩むんですけど、これ、夏のサマーコフレはね、なかなか良くて、これ結構ね、この反則品だけでも結構なんかヤフオクとかでも高くね、売ってたりとかするんですよ、これ。20% だからさ、ちっちゃいの買ってこれもらって、これをさ、メルカリとかで売ってって言ったら、わらしべで見る分楽しめるじゃんとか、一瞬思ったんですけど、めんどくさいし怪しいから、やらない。こうもらって嬉しいっていう、それだけでも十分です。ちゃんと見せろって感じか。そうか、これこれです。光がさ嫌なんだよね。頭皮用シャンプー、おそらくこれそのなんだろう、スパ系だから週1回とかと、あんまり頻度で使わない方がいいですよみたいな感じだと思う。で、これ、まあ、説明とか全然なんか、見えないんだけど、聞いてないんだけど、これ、後で考える。ブログに書く、何がとか、これ説明聞いてない。今回は、この。で、もうこの限定品がもうものすごく好きすぎて、毎回これ、夏と冬の時期、オージアを買うんですけど、ちなみにこれ、冬の、バージョンはこれです。なんかこういうさ、反則品をさ、
なんか買ったらくれるっていうのがさ、またさ、サロン専売品なんですよ、オージアって。で、かつサロン専売品なんだけど、美容院に行けばどこでも売ってるわけじゃないんですよ。オージアの、その、もうオージアの扱いの店舗でしか販売をしてないという。まあ、このなんか、付加価値っていうのかな。なんかすごい、うまいよね。あの、もう、どこの美容院でも、販促品でシャンプーとか、あの、オージア売ってるわけじゃなくて、もう本当に、あの、オージア、ソムリエとかがいる、まあ、いるのも、あ、そうか、オージアソムリエがいるとも限らないのか、オージアの取扱店じゃないと、売ってない。そしてさらにこれ、夏と冬の、あの、こう、シャンプーコンディショナーを買った人につけてくれるという。で、でも、あの、容器が高いんで、あの、これ、あの、愛用者が買うから、基本的に。だから、中身的にはこのちっちゃいのを買うよりも、これとこれちっちゃいので買うよりも、絶対的にポンプタイプを2つ買った方がコスパはいいんです。でも私は、あえて、あの、この、ジムに行くための、あの、この間のは、オレンジのやつなんですよ。うん。ちょっとタイトルが言えないんだけど、難しいか、この、名前が、ネーミングが難しいんで、ほんとちょっと色が違うだけで、ネーミングが全然違うから、で、しかもなんか、オージアとか、あのミルボンとかって、あの、何かの英語とか、イタリア語とか、フランス語とか、そういうんじゃなくて、造語から来てるとかっていう、いう、ね。あの、ミルボンっていうのは、どういう意味ですかって言ったら、造語ですって質問したら言われたので、おそらくこれもね、造語なんじゃないかなって思うから、余計もうなんか、わかんないよ、覚えられないよ。まあ、だから、ソムリエ、オージアソムリエっていうのが存在するんだけどね、むちゃくちゃすごいんだよ、種類が。まあ、ぜひ、あの、興味がある方は、ちょっとググってみてください。で、私、この、シャンプーとか、むちゃくちゃ好きなので、このこだわりっていうのかな。ついでに、あの、ドライヤーはね、検証絡む。だって、あの、これ、これ、ね、これ、ダイソンのドライヤーなんですけど、このダイソンのこのドライヤーは、あの、検証で当てましたからね。確かコカ・コーラの検証で当てました。私、コカ・コーラ、割と相性が良くて、これ結構嬉しかったよ。ダイソンのドライヤー。だってパナソニックの、ドライヤーも結構いいドライヤーが当たりましてね。これってね、あの、やるだけで結構いい。で、これなんか、温泉とかでさ、10分で200円とかね、書いてあるんで、これ。これ使うのに。どこ、私はこれ持っていくよ、みたいな。すごいおしゃれだし、使いやすいし、なんか気に入ってます。これ、私のドライヤーです。あ、何回も言うけれども、剥げる前にね、ちょっとお金かけた方がいいよ。で、あの、イケメンは、もうむちゃくちゃなんかその、剥げないための工夫をむちゃくちゃしてる。うん。このバトルブラシはね、これ、限定。うん、これで、ちゃんと、あの、ブラッシングをして、オイルつけて、ちゃんと、ブラシ、乾かして、オイルつけて、ブラッシングして、ちゃんと寝る。もう、それが、あの、なんか、すごい重要だって言ってましたよ。あの、とにかく、婚活の、あの、工藤さんも植草さんも、お二人とも口を揃えて言うのは、その、見た時の、あの、顔に占める割合よりも、相手方が見えるのは、髪の毛の方が面積が広いでしょ。だ、髪の毛の印象ってかなり重要よって言ってましたよ。本当に。うん。で、これは、なんか、あの、刻印付きなんですよ。これ、ちょっと、名前とか、嫌だから。なんか、すごいおしゃれなね、刻印付き、オンリーワンみたいな感じの、ですよ、これ。じゃあもう、本当、なんかこれ楽しみで、だったんで、私は嬉しい。で、あとはね、これ、これ買ってきたよ、これ。うん。よかったから。え、なんだこれ。
うん。なんか、こういう系ね、なんかね、こないだ、なんか、ほら、ベースフード食べて痩せたひろのすけが、やっぱりね、酵素とかね、飲んでたんだよ、あいつ。あいつすごいんだよ。どうかちょっと、私もこういうのちょっと継続して飲んだりしようかな。こう、うん。この間イケメンがこれ、あの水に入れて飲んでるって言ってたんで、これも買った。買った。お前、イケメンの言うことは何でも聞くんだな。うん。うん、一応、イケメンの言うことは聞いとく。で、今日はね、結構ね、ブログ更新しましたよ。私は頑張ったよ。何の更新をしたかというと、モニター品の、これなんかちょっと実験みたいで面白かったですよ。これ原液に水入れて、なんかこの、ワウとかいうやつ。この、なんか、次亜塩素酸の消毒。うわ、ここにパッチついちゃった。バカだね。なんか、無駄にシュシュやってみようかな。でも、ペットにも大丈夫って書いてあるけど、実際にペットにできるかって言ったら、ちょっとなんか、怖いから、やらない。で、あとね、このね、トマトジュース、カシューってやつ、これ、アイス若松の、無添加の、食塩も入ってないトマトジュースなんだけど、1500円なんだって、1本。トマトジュースにしたらむっちゃ高いよね、だって。まあ、今私が飲んでるやつって300円ぐらいでしょ。まあ、コーリコピントマトの高い方のトマトジュースで300円ぐらいにしたらそれの5倍でしょ。でもね、味がむちゃくちゃトマト。これは画期的だと思いましたね。トマトをね、1個食べようとすると、結構めんどくさいんだけど、これをちょっと飲むだけでトマト食べた感満々になるんで、すっごいの健康に良さそうな、トマトはいいですよ。リコピンとか、健康には絶対いいので、はい。これ、今日ちょっとモニターのレポート書きました。レポート書いたんだって、あれを言えよって言って。でもなんか言葉がね、すぐね、浮かんでこないんだよ。しょうがないじゃん。ねえな、これ、ほら。昨日話してたシーチキン食堂の。シーチキン、これ結構丸い形の、結構ね、何個か当たって、なんか溜めてたんだけど、もうそろそろもう、部屋がさ、この段ボールとかこの箱、ちょっと形状が箱で面白いだけで取っとくと、家がさ、ゴミ屋敷になってくるんで、もう捨てる前にちょっと動画撮っとこうみたいな、そんな感じでご紹介しました。で、検証の話、あとなんか評判が割といいのが、なんだろう、買ってきたもの？結構皆さん何買ってきてんのかって気になるのかな？買ってきたもの知りたいみたいな感じがあるので、ちょっともうね、毎、バスケットで私は、最近これを持って行ってますよ。では、検証はがきをご紹介します。今日はね、3話に行ってきたんですよ。3話ってね、はっきり言って、安い系のスーパーで、ドリンクとか、安い。けど、なんかなんだろう、魚とか肉とかは、あと、惣菜とかはあんまり、おすすめできないかな。なんか、3話とフードワンがあって、フードワンが思いっきり激安の携帯のスーパーなので、なんかちょっと、安さを追求するから割に味はっていう感じなのかな、的な。まあ、そういう庶民的なスーパーです。むっちゃだから、ちょっとびっくりするくらい安いよ。安かったよ。と、この、ロイヤルブレッドが、ロイヤルブレッドあんじゃん、山崎の。もう今はシールとかついてないからさ、できればちょっと山崎から離脱して、めっちゃ美味しいなんか天然酵母のパンとかにしたいんだけどさ、このなんかオージアとかさ、なんかこのいろいろなものを買ってしまったので、
ちょっとこの辺パンとかもう妥協するのやめようと思ってですね、思いました。でこれ98円で、ねえねえ、もう結構びっくりしたのがこれケンタのバナナ158円。なんかその東京の大関で見かけた時は明らかに小ぶりだったのに、なんか同じような感じ。まあでもちょっと小ぶりかな。でもこれほら検証スミフルの完熟をこれ出せるじゃん。検証に絡んでるからバナナは今これにしてるんだけど、普段は私ねドールの極戦とか食べてますよ。だってドール率塗っちゃった高いよ。ドールスイーティオとかこの辺ほらいっぱい、もう来いやーって感じでドール、まあ、待ってます。ドールの検証を、検証はこうやってね、普段こういう風にタイトルがわかるみたいに、まあまあその時々によって違うんだけど、取り方がこうやってさ、タイトル何っていうのを分かりやすく取っとくといいですよ。で最初はぐちゃぐちゃになんか引き出しみたいになんか入れといて、でそのうちなんかバーコードを処理しようっていう時期に突入するので、そうなったらその食品のパッケージからバーコードを切って仕分けするっていう、活動をします。具体的にはなんかこんな感じでパッケージをね、こんな感じでパッケージを、これほんとびっくりするでしょ。このベーコンとかってそのまんまこのまんまさ置いといてもカビが生えないんだよ。だってもう賞味期限かなり切れてるじゃん。だけど全然カビとか、この汚いと思うでしょ。これ防腐剤とか入ってるから全然大丈夫。ポークビッツとかとさ、こういうパッケージをぐちゃぐちゃにして、こう引き出しの中に突っ込んで、でバーコードだけ切り抜いて、まあ、この引き出しがパンパンになったバーコードだけ切り抜いて、こんな感じにしてテーブルいっぱいに、ブログにしたんだけど、テーブルいっぱいにもうこんなのぐちゃぐちゃだよ、ぐちゃぐちゃ。それをなんかテーブルいっぱいに広げて、で仕分けするんだよ。これ定期的に暇な時に、まあ、祭日とかにこうやってこんな感じでアバウトに仕分けしたりしてます。本当になんかこういうもうくだらないものでも仕分け、もうこんなのブルボンのプチのこんなのもう一回来るのかどうかもわからないけど、一応タイトルを取っといたりとかしてます。あれもこのドリンクのやつとかはこのさ、この49018でもうこれ企業名が決まるので、で取っときます。490185が確か伊藤園とかね、そんな感じで、生茶がね、ここに書いてあるけど、生茶は、企業のね、490-9411が、キリンビバレッジとかね、その、最初の6桁 ?2、4、6桁だよね。6桁で、企業と、最後のバーコードで、品名っていう感じで、もう最近は、スマホで、バーコード入れると、その画像ってやると、そこに商品がバッて出てくるんで、すごい超仕分けが楽になってきております。あとはね、買ってきたものだよね。早く買ってきたものを。その前にね、あれだよ。昨日ね、これをチャレンジしてみたんですよ。これ。防風通商さん。これはね、すごいよ。効果が。朝っていうか、もうなんか無駄に寝てられない。お腹がチキチキして。これは結構いい、効くかもしんない。
あの、気休めだよ、こっちの方は。あの、こっちの、ケイシ、ブクリョウガン。こっちは、割となんかあの、聞いてるんだか聞いてないんだかよくわかんない感じだけど、こっちはね、結構来る。から、今飲んどいたら、あの、無駄にさ、寝てなくて済むじゃん。あ、ちょっとだるいとかって。二度寝を防止になるから、これはもう強制的に起きるためには、これいいかなと。ちょっとポジティブに考えてますよ、私は。漢方だから、多分なんかその、うん、副作用とか、ないと思う。で、買ってきたものだよね。だからこれ158円だよ。自分ところのさ、近くのスーパーってさ、298円なんだよ、これ。だから、なんかな、もう全然なんかもう、まだバナナがね、こんななんかのいいバナナですよ。本当に。もう、買っちゃったよ。昨日買ったけど。うちのケンタがむちゃくちゃこのスミフルのね、完熟王が好きなんですよ、これ。しかもちょっと売れた、甘くなったバナナがむちゃくちゃあいつ好きなので、バナナ、ケンタのために買ってきてます。あいつ、ほんとなんか自分、ハリネズミの餌よりも、このね、完熟を結構ね、好んで食べてる。で、もうなんか全体的になんか物が安い。あーと、だから安かったのがこれ。じゃ、目を疑ったよ。納豆が、68円だけど、60、え?みたいな。なんか、なんでこんなに値段安いんだろうって思って。うん、なんか、賞味期限が明日とかそういうなんか見切り品ではないのに。なんか、うん。あと、ビクトリーエッグも売ってたしね。ちょっとデザイン違うよ、これ。うん。ビクトリーエッグ。これちょっとあの、なんか、その、地方、こちらのね、関東じゃない、ベイスターズファンの人は、いるのかよくわかんないけど、欲しいんだろうなと思うよ。だって私これさ、ドアラでさ、あの、ドラゴンだったら欲しいもんだってこれ。欲しいもん。なんか知んないけどね、うちの本。まあまあ、地元だからね。まあ、あとはだからヤクルトとかさ、あとジャビとかさ、そんな多いよ。だから検証のハガキの話をします。それないうちに。だからこういうのもあるんだよ。ベイスターズのさ、メイトホームランバー。ファングッズプレゼントキャンペーン。欲しくないんだよ、別に。私、横浜ファンじゃないから。まあ、とりあえずさ、参加しないと、と思うじゃん。で、この、これやるよね。で、これバーコード取っときたいかなっていう感じ。でも、一番安いのが、この、プリンなので、で、これなんか3連チャンで、とろける、滑らかプリンが 20% オフだったんで、138円が 20% だよ。安いよね。だから物価の安さにびっくりしちゃう。でも、あの、チビの練習終わってからさ、買い物に行くから、もう行った頃にはもう、お帰りくださいみたいになるっていう、この、もうね、決断力がなかったらね、生きていけないんだよ、本当に。のんきにね、買い物に1時間ぐらいね、何しましょう、今日はご飯は何しましょうなんてやってたらね、店閉まっちゃうから、もう行ったらもう10分ぐらいで店閉まっちゃう時間になっちゃうから、もうね、悩んでらんない。で、あの、もう一つ、1枚しかハガキなかったから、ちょ、これどうしよう、もうね、書くの間違えるわけいかないんだけど、これ、まるちゃんの、ベイスターズグッズプレゼントキャンペーン。これ各地でやってんのかな?これ。名古屋とか行ったらさ、これマルちゃん商品を食べて当てよう。ドラゴンズプレゼントキャンペーンとかなのかな?ちょっとその名古屋の人ちょっと、名古屋の人ってでもさ、名古屋とかさ、あっちの人ってさ、割とドラゴンズ愛低い人が多いからさ、のこないださ、なんか、ドラゴンズだけ外して、なんか関西の方でね、ドラゴンズだけ外して、5球団の T シャツ売ってるとかって言って、ちょっとなんかドラゴンズファンの中で、ふざけんなとか言って、なんかそれ、しかも張り紙があって、ドラゴンズはありませんって言って、5球団なんでだよみたいな。まあ一番売れないからなんだろうね。まあ、それ言ったら多分怒っちゃうからね。言えないけど書いてある。ね、まるちゃんといえば、これ。ね、これと、これ、
両方ともバーコードを貼るタイプですよ。どっちにかけるか、うん、でもね、私ね、このね、昨日も、撮ったんですけど、まるちゃんは定期的に私、焼きそばを食べてるので、うん、貯めてるから、そう、これ、両方トライできますよ、私。ちょっと余裕。もう本当にこれね、まるちゃんも、なんか油断して、値段気にしないでいると、本当に高いから、なんか、198円とかね、焼きそばで、ですよ。焼きそばが198円とか。で、私の、なんか理想的な、なんか、安い値段は118円。妥協点は158円かな。でもなんか、だいたいいつも178円。で、そこら辺にせめぎ合って、買ってますね。で、ちなみに私この焼きそば、まるちゃんの焼きそばの粉使わないから、そこまるちゃんにしなくてもいいんじゃないかと。プライベートブランドは結構粉とか、そのソースが入ってないで麺だけだったらもっと安いじゃん。なんかもう最終形そうしようかなと思ってます。じゃあどうするのって。おたふくソースの焼きそばのソース、液体のやつ使ってるんで、粉はね、私使わないです。関東人とかは、むっちゃ粉使うけど、広島県民からしたら、焼きそばは、粉はね、ダメですって言ってた。おたふくの人が。おたふくソースの人が言ってました。で、あとは、これの見つけたね、米久の、御殿場高原記念キャンペーン。もうこれ、ハゲタツのアイスの件なんて欲しくないけどね。だからもう絶対応募するんだったら、本当だったら、私は常になんかじゃあ応募するときに、こう A と B があったら、冴えない方の B をね、いつもね、選ぶタイプなんですよ。個人的には。でも、アイス全然欲しくないから、もう A 行きますよ、頑張って。で、あとこれ、スーパーさんはお買い物券。プレゼントキャンペーン5000円って書いてあるけど、ちょっと今ハムが多すぎて、これもハムじゃん。でも今回は見送った。買わない。そんなにハムばっかり。ハムって結局、添加物とか防腐剤とか入っているから、あんまり進んで食べるもんじゃないからね。もう、ただでさえプリマハムで結構、ね、もうハム、って思ってる時に、お中元でまたね、ハム来んだよ。しかもなんか丸台が多いんだよ、ハム。まあでも、お中元のね、ハム。で、またこれが長期保存になってるハムだから、まあ、美味しくないんだ、お中元の。あれは、ハムとクリスマスケーキはあれなんかもう、ちょっとなんかビジネスと化してるね。もう関係会社とかにさ、買わせる。関係会社の社員とかに買わせる系。そういうのも、ほんとやめた方がいいよ。で、あとはね、この、井村屋の小豆バーが出てましたよ、これ。小豆バーね、大っ嫌い。大っ嫌いって言うなよ。だってさ、まずあんこが嫌い。あんこが嫌いなんですよ、とにかく。うん。なんかね、あんこ嫌いなのに、だあんこをさ、凍らせたみたいなさ、感じじゃん。じゃあ無理だね。なんか、一回だけぐらい、一回ぐらい食べたことあるかなぐらいね。じゃあ無理だね。アイスあんまり好きじゃないし、あんこ嫌いなんだよ。だからね、基本的に東海のね、食べ物大嫌いなんだよ。ほんとなんか自分の土地が真ん中にあって、どんだけ美味しいみたいな、すっごいなんかご利用してくるけど、はっきり言って味噌煮込みの、どっす黒いあれって、もう、日本中からしたらもうアウトだからね、あれ。丸亀製麺とかの、うどんとか、関西のだしうどんとか、ああいうのならさ、関東のうどんって醤油っぽいって言うじゃん。なんかあんまり美味しそうじゃないって、なんか、変な色とか言って言うけど、ね、でも、ね、もうなんかこう、味噌煮込みのあの気持ち悪さはね、ないね。味噌だって煮るんだよ。発酵食品なんですよ、味噌は。で、それを、なんか、たぎらせて、もう無理だね。食べたことないんですよ。
で、あとだけ調味料で、なんかマヨネーズみたいな形したやつで、なんか味噌かけるやつがあるんですよ。かけて、味噌、食べて味噌とかいうの。もう絶対無理だからね、あんなもん。嫌だよ、味噌なんて。かけねえよ、味噌なんて。私、ヤバトンで、なんかヤバトン自体はそんなに、別に、なんかトンカツ屋だと思って入れば、まあまあ、うん、わらじトンカツとかいいんだけど、あれね、味噌かけるんだよ。だから、味噌かけないでくださいって言って、言ったら、え、ハーフじゃなくて全部かけないでギャーみたいな、そんな言い方で、いや、かけたらダメとか言って、言って、けどもかけないバージョン食べたよ。食べてるよ、いつも。いつもっていうか、だから名古屋ドームかなんか行くときには、まあ、あれ、うん。なんかそこの名古屋ドーム前のヤバトンはなかなかちょっとテンションが上がるから、まあ、そこで食べるときはもう味噌かけな、かけるなわらじとんかつを食べますよ。それくらいね、まあ、関東の人は、あの味噌拒絶反応が出てるっていうことをちょっと認識してほしい。あとね、もうなんかもうものすごく嫌なのが、スガキ屋。あれはね、でも無理だね。まあ、あれね、結構高確率だからね、名古屋のやつってね、国民食だとか言うんだよ。バカじゃないのって。だから関東に店出た時に、潰れただろって。だからもう、ものすごくまずいんだよ。フードコートに、スガキ屋って入ってるんだ。本当になんか後楽園とか日高屋みたいな感じで、独立店舗であるような、携帯じゃないんだよ。大体がなんかフードコートの中入ってるんだけど、まあ洋角にあるポッポみたいな感じであるんだけど、まあこれがね、フードコートの中あると、もうあの匂いがね、もう何とも言えない変な臭い匂いが、博多の豚骨ラーメンだとまだ味がいいから、ちょっと匂いがなんかちょっとあーって思っても、味がいいので全然許せるんだけど、ああもうダメだ、思い出した、もうなんかもうあ、ちょっと拒絶反応が出てくるらい、出てくるくらい、もうまずい。で、さらになんかそれ、プラス、もう、ラーメン屋だろとか言うのにも関わらず、五目おこわみたいな、なんか五目ご飯みたいなやつが、またこれずっとさ、保温しっぱなしのさ、ただのさ、なんか、もう、なんかあんじゃん、釜飯の素みたいなやつ、あれでただ炊いただけのさ、業務用米をさ炊いてずっと保温してたみたいな、変なご飯つけるんだ、もうラーメン屋だったらラーメンだけで勝負しろよみたいな。そうかと思えばなんかアイスもつけますとかね、もう意味わかんない店で、でさらにもう一番なんか私がなんか私の株の師匠のね、ジャビ社長にね、スガキ屋の話をしたら、なんだそれって言って、私が情熱的に、またね、頭が悪いね、スプーンみたいな、フォークみたいな、なんか食器があるんですよって言って、それ、私なんか、行った時に何周年記念かなんかで、もらったんですよって言って、その時になんか、言ったら、もうバカじゃないのっていうくらい、なんか、もう本当にバカみたいなスプーンに、フォークの、なんか3つ、波平じゃなくて海平みたいな頭みたいな、こう、ピッピッピッってなってる、なんかもう、なんともなんか、レンゲにもならない、なんか頭の悪い、なんかスプーンがね。それで食べるっていう、食べないよ、そんなどうやって使うんだよ、あれ。あれもだってこう、麺をすくうには変だし、スープをすくうにも変だし、まあ、あれをね、なんかもう、全国区だと思ってるところがね、まずね、間違いだよ。本当に、あとね、もう言ったらキリがない。ひつまぶしとかさ、うなぎとかをさ、せっかくのうなぎをだよ。せっかくのうなぎを関西は蒸さないで、カリカリにして食べるとか言って、まあ割と関西のうなぎとかはまた関東のこう蒸してやるふっくらしたうなぎと、まあ違って、まあカリカリしたなんかうなぎの味の良さを、もうそのまんまのうなぎの風味とかがあるなっていうので、納得いくけど、ひつまぶしとかってそのうなぎ用だな。もう粉々にこう切って、なんか、出汁みたいな、出汁っていうかなんか変な汁かけるじゃん。出汁って言っても本当になんかね、ちゃんと出汁を取ってるっていう、さ、その、すごい高級な店はね、ちゃんと出汁とか取ってると思うけど、
もうほんとなんか1000円とか2000円ぐらいの、なんかランチとかの変なの店とかって、絶対なんかそんななんかちゃんとした出汁じゃないかね、あれ。絶対なんかあの、なんか細粒とかのさ、化学調味料入ってる出汁系のやつ、あれをなんかかけて海苔とかさ、わさびとかさ、わけわかんないじゃん。まあ、ある時さ、なんかその、2000円ぐらいのうなぎランチぐらいでさ、うなぎをめくってご飯に山椒かけるのがうまいとかって言われた時は、もう頭おかしいんじゃないかなと思って。だからもう、うなぎっていうだけで、やっぱもう、その値段がさ、その2000円とか1000円とか2000円とかだったらもうそれ本当にうなぎなんですかみたいな。国産じゃないよねみたいな感じでちょっと疑って書かなきゃいけないし、もう意味わかんないなって、もうなんか今でもね、ちょっと脳があれなんですけど、まあ検証だね。その話にやるとちょっとまた長く喋っちゃったけどね。まあ、本当に話せばキリがないくらい大嫌いなんだよ、もう。おでんとかも何でも、もうとにかく何でもまずい。だからね、外国人の野球の選手がね、もう名古屋にね、もう痛くないって言ってみんな帰っちゃうんだよ。だからドラゴンズは弱いって。もうそういう結論になるんだよね。で、これ、オイシックス3話バージョンありましたよ。これ、ちまちま、お遅いな説明が。で、マヨネーズもね、そう、これ、血圧が高めの方へ、アルファリノレン酸、アマニマヨネーズ。お前、血圧高いのかよって、いや、私、高血圧とかじゃないよ。でも、妊娠高血圧とかもあるからね。だから、なってからじゃ遅いんだよ、ハゲと同様に。だからもう、なってからじゃ遅いから、もう大体の、もう30代の人ってもうみんななんかあの、ハーフ主流で食べてて、もうノーマルなやつなんか食べてる人いないよ。うん。誰も、大体聞くと。みんな、そう。で、ちなみにね、ついでに紹介すると、これ、私、キューピーね、株主なんですよ。これ、もらっちゃう、この瓶の。100周年記念だ、とか言うので、瓶のキューピーの。うん。で、これを食べるかどうか、悩むよね。これ、どうすんのみたいな。まず、マヨネーズって食べないし。で、マヨネーズってどっち派とかってありません？キューピーってね、割と酸っぱいんですよ。私はね、キューピーじゃなくて、味の素派なんですよね。マヨネーズ。そこ、派閥分かりません？私、味の素派なんですよ。でも、ここ最近もマヨネーズ自体を食べなくなってます。だから、ここちょっと本当に困ってる。でも、これ、すごく美味しかったんで、ちょっとご紹介しようかと思って、今日買ってきたやつじゃないんですけど、この、株主優待かなんかで配したのかな？この、バーニャカウダ、これがまたすごいなんかね、なんだろう、独自の、ただのマヨネーズに見えるけど、全然違う、なんか、複雑な美味しい味してたよ。なんとも言えない、もう。何これ美味しいって感じで、キュウリにつけて食べたら、もう、すごいハマって、これは最高でしたよ。生野菜、温野菜とか、結構ガンガンいけちゃいますね。検証は、あとはこれかな。これ。まあまあ、紹介するやつだからね。そんな中、横浜ベイスターズぐらいで、あとはそんな大したものはなかったですよ。で、今日、だから3話で、まあ、大したもの買わない。あんまり。ほらほら。わざわざ、200ポイント、200ミリの、これが欲しいがために、このほら、なんじゃ、このオーバーマーク、200の、あ、ここか。ここか。この、このクオカードが、クオカード目当てに、200ミリ、または125ミリのオーブンマーク1枚って書いてあるから買ったよ。コンビニで買うよりも多分、まあ、値段、これの値段見てないかわかんないんだけど、多分安いからと思って。で、あとはね、昨日メモまでして、もう絶対買おうと思ったのが、これ。ブルガリアヨーグルトの、この朝のフルーツミックス。これでだってワンチャンいけるんだよ。え、これだったの？みたいな。なんかもっとなんか特別な高いやつなのかと思ったんだけど、うん。で、これね、178円だった。で、
あの、うちのチビがね、ブルーベリーを要求してたんだけど、あと、なんか、アロエとイチゴだけが158円だったから、ダメって言って、イチゴかアロエにしてって言って、で、ね、ブルーベリーがいいのにとかって言って、20円ケチってこれですよ。ね、あとは、この、あの、ゴテン、もうゴテアガって一番美味しいと思うんだけど、あんまり、だからプリマとかがさ、連呼してやるからあんまり買わない、あんまりっていうか結構買わない。まあほんと年に何回か検証のために買うぐらいの感じなんですけど、これ、胸キュー。これ多分、あれ、静岡でしょ多分。だってゴテアラポーっていうくらいだからね。肉団子がね、美味しいですよ。うん。っていうイメージ。だいたい、こう、ソーセージとかは、キャンペーンで買うからいらないじゃん。米久の商品を買ってとかっていうときは、肉団子買うケースが多くて美味しいって思ってたから、なんか、ウインナーいっちゃうみたいな感じでちょっと買ってみましたよ。これ。決して安くはないです、これ。ね、これね、ちょっと失敗したかなと思うんだけど、278が 20% になってるから、すぐ食べればいいやとか思って、多分これ検証でバーコード貼ろうとか思ったら、20% オフって、ここバーコード思いっきりなんかこう、なんか 20%、なんかこう値段を消すさ、ためのさ、シールが貼ってあってさ、うわ、これバーコード貼れないやって思ったんですよ。でもなんか今回の検証は、ここが必要みたいな、ここが。ここが必要みたいです。よかった。でね、でも個人的に何が好きかっていうと、だからこれですよ、これ。3万は、これ安いんだよ、これ。プロシュットクルード。うん。プロシュットって生ハム?クルード。いいですよ、これ。プロシュットクルード。こんな安く、売ってんのかよ、みたいな。本当にこれ無添加なんですかとか。なんかいいんだよ。これは自分で買ってもいいなと思うんだよ。生ハムサラダにするの。うん。これ、イタリアなんか今、物価がこう日本よりももう逆転しちゃって、むっちゃなんか高いんでね、もう、はっきり言ってなんかもう向こうでなんか、ね、ピザなんか食べようもんなら、ほんとなんか日本のサルバトーレの比にならないくらい高いんで、おいそれとヨーロッパとか物価が高くて行けなくなっちゃったんでね、もうなんか、もう日本にこう、どんどんあるのはね、ただね、これね、塩分すむっちゃすごいってもんね、私がこう、なんかちょっともうすっごいなんかピノキオみたいにガリガリだったのに、このプロシュットとですね、サラミにハマって、で、連日こればっかり食べてた。これ食べて。もう酒は飲まないんだけど、うん。これだから多分なんかハマったらダメな食べ物だと思うよ、これ。おそらくここら辺の油とかがさ、塩分とかさ、で、多分塩気とかでさ、なんか食欲増進するんじゃない?多分。ダメだと思うよ、きっと。で、あと、ほら。これちょっと最近、他のスーパーの検証ので買ったやつ、今日買ったやつじゃないんかいみたいな。それ1回の買い物でね、そんなにね、10分ぐらいそんなね、5000円とかね、出すほどの量買えないよ。だいたい、2つの検証レシートを作ったんだけど、このさっきのキューピーの2個買って、500円以上の、これを、ね、これ1個作って、あとは、この牛乳のと、あとヨーグルトでしょ?で、あとは、米久が買ったでしょ?これ、もうその時に思った時に3つ買っとかないと、今いるのっていらないよって思っても、結局忘れちゃったりとかするから、もう買っといた方がいいんだよ。でも今のうちに、この、どこ?どこだこれと。御殿場高原ってとこ、これ、異常にでかくないこれ。ここを取り剥がしてたな。もう貼っとく。いや、もう即出す。それ、検証で重要です。で、あとは、まあ、これもまるちゃん買ってないけど、はがきでね、応募できるじゃん。で、今回、
そのもう一つ目のレシート検証のはこのメイトーのこの安いさ138円のを買って、その他このさプロシュートとか買って、あのこのバナナとか、あとはパンとか納豆とかあとそのこれベイスターズの卵とか228円かなだった。だから明らかにこっちのなんかあのこっちの方で買うよりも、サンワの方が安いでね、こうね、なんだろう、脈絡もなく喋ってるんだけど、例えばこのメイトのさ、まあレシート2個作る、たわけなんですけど、ポイントとしましてはですね、このさキューピーの時に、この乳製品の明治を、まあ、どういう感じだったかな。だからこんな感じ、2回に分けてしてくださいって、まあ、大体2回に分けるぐらいじゃないと、店員がすごい不快感とかのを表してくるから、2回ぐらいに分けて買うんだけど、このセットで買いました。なぜかというと、そのこれ、メイトーでしょ？メイトーにさ、明治やってたらすごい気悪いじゃん。同じ牛乳とかさ、ヨーグルトとか作ってる会社なのに、なんか、ちょっとデリカシーなくだよ。デリカシーなく、例えばこれ明治のさ、これとさ、これ合わせてさ、これ合わせて、これ138円なのにさ、これ138円の 20% オフのを買ってさ、これ明治の牛乳とかさ、明治のさ、ヨーグルトとかさ、フルで買って1000円超えましたって言ってもさ、それレシート見た時にさ、すごいちょっとドン引きしない？何これって。まあ、感情無用なんだろうけれども、やっぱ気悪くするようなレシートは作らないってこと？わかります？その言いたいこと。だから、レシート2個作るときは、まあ、この、with その他大勢。こっちのその他大勢コーナーと、こっちの、明治、このキューピー、with こちら系と、で、分けて、買いますよ。あとはね、これね、結構ね、対象商品とかね、きちんとチェックしとかないと、これなんか、応募したけど、結局、応募要項に当てはまらない、応募しても、それはもう、ただの失敗体験でしかないから、ちゃんと今回の、まあ、結局今日も電話してないんだけど、なんか企業に気安く電話する気分になれないか、いくらさ、これね、必ずこうやってさ、検証はがきのところにさ、お客様センターみたいなキャンペーン事務局って電話書いてあるんだけど、そこにかければさ、一発でこの、もやもやした気分は、スカーってなるんだけどさ、なかなかこういうの電話する気になれます？だからこんなん電話で一本で仕入れた情報をさ、それなんか自分のブログとかに書いてさ、なんか天下取ったみたいな、情報とかさ、私が情報の発信源みたいに、それちょっと、お前はちょっと本当になんか企業に伝達したりとか、どんだけすごいなんか神経なんだよって私は思うタイプなんでね、なかなかちょっと、電話できないかな、できなかったよ。9位のやつ、9前の1年、1、今年のバージョンのそのシールじゃなくて、ここ最近のシールじゃなくて、前のバージョンのシールでも大丈夫なんですか？バーコード同じなんだけど、ちょっとデザイン違うんだけど大丈夫ですか？っていうのが、今のね、もやもやしてる悩みなんですけど、あとその、明治の美味しい牛乳の、その1000ミリのバーコード持ってるんだけど、それって使っても大丈夫ですか？と聞く、その2つね、聞きたいんだけどね、聞けないんだよね。もうちょっともやもやしてるんだけど、でもまあとりあえずやめとくかで終わるんだよな、毎回。なんかそこなんか一歩踏み出してさ、なんか行かなきゃいけないんだろうけど、そこでも一歩踏み出したらもうそこ、まあまあ、ババアの登竜門みたいな感じじゃない？もう、ババア決定みたいな、なんかそういうなんか、こうですか？ああですか？こうなんですか？こう、細かいこと聞いてくるのって絶対なんか、ババアっぽいイメージない？ない？ない？ありません？あるような気がするんですよ。だからこうそういうのさ、なんか、ねえ、聞かないでさ、なんか
うやむやにしてさ、損するのが若い人みたいな、そんななんか私のなんか中のイメージがなんとなくあるからさ、それに気にしてても、なんかもやもやしながら聞いた方がいいのかなって、もやもやして聞いた方がいいのかなって、いやいや、でも聞くのもなーって、こんなくだらないっていいのかなとか、そういうくらいのなんか悩みを抱えながら生きてます。そんな感じです。どうでしょう。またこれペラ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 、よくもまあこんななんかのカゴ一個出してさ、今日買ったものってさベラベラ喋るよなっていうのも、一応なんかちょっと絵面をさ綺麗にするために一応カゴを用意してカメラを設置して喋りながら物を紹介するっていうのどうかなと思ってちょっとやってみましたよ。どうです、どうです、このタイプ。ちなみに私のいつも飲んでるね、これがあれです、あのザパスのプロテインシェーカーに入れてるルイボスティーです。あのルイボスティーはプレミアム、何回も言うけどプレミアムオーガニック、ティーライフのプレミアムオーガニックルイボスティーのやつで、結構ティーパックのこれ私結構いっぱい入れてますよ、入れてて、さらに、このプロテインシェーカーで飲んでますよ。でこれあんまりにもなんか色が濃いからね、コーラですかって結構言われる。なんで私が持ってたらみんなコーラに見えるんだよって、コーラじゃねえよって、ルイボスティーだよって言って、なんなんだろうね、なんでコーラ、こうひどいよ、ひどい話だよ、なんで私がこんな中にコーラ入れて持って歩くんだよって、変でしょって言ったら、まあそうですね、こうやって笑われたんだけどさ。で、ちなみにね、これ、なんでここ出してきたかというと、今喉が渇いたのと、これね、当選品なんですよ。これ、金のバージョンなんですよ、これ。一応当たったからこれ持ってんだよ、これ。ノーマルなやつは赤なので、この色のこれはね、プレミアなんですよ、これ。貴重です。いつも赤なんだけど、今日は、この金のザパスのやつです。うん。明治も結構私当たるからね、なんかちょっと本当に頑張ろうかなって。でも最近ちょっとこうブログとかコメント拾えるようになって、コメント拾うっていうか、なんか今まで結構嫌がらせを受けてたから、コメントとか欄とか封鎖してたんだけど、だからもうその癖がついてるから、なかなかコメントを見るという癖がなくて、ちょっと、ほんとコメントいただいてもね、全然返せなかったり見てなかったりとかして申し訳ないんですけど、すごくね、明治の R1 のヨーグルトのキャンペーンのこととかも、なんか私はなんかこう、なんだろう、こういう、明治ってこういう系が多いじゃん。こういうなんか封筒にして、中にさ、この、この分の点数分入れろみたいな感じで。で、このさ、台紙があるのはさ、ここに貼ればいいけど、ヨーグルトのやつとかってさ、貼るところがないでしょ。R1 の時もそうなんだけど、で、私、この牛乳の、パターンで、こうなんか白いのをさ、白い紙貼って、マークをこうやって貼って応募してたんだけど、コメントでね、別にその中に、そのまんまその、対象の、マークを、入れれば、何枚っていう、その、マーク、例えば R1 だったら、今持ってるの、これ、今貯めてるんだけど、この R1 っていう、この R1 のを、その枚数分、これを封筒にして入れればいいですよ、別に貼らなくても、それ、大丈夫なんですよって聞いて、うお、すげえとか思って、やっぱりなんか一人で抱えてるんじゃなくて、どうですって聞いて、なんかそれで、なんか、こうしてますよって、これでも大丈夫でしたよとか聞くとさ、しかもそれがさ、当選してます系の情報だったらさ、もうむっちゃありがたいよね。なんかほら、検証の当選とかってさ、まあ、そう、当選者を発表してくれるやつだったらいいけど、大概はさ、誰が当たってるのかわかんないじゃん。なんか企業のこういうさ、検証だったら、絶対ちゃんと、何名様って書いてあったら、その何名様にちゃんと当選品を送って、当選者決めてってやってるんだろうけど、やっぱりなんか、ね、当たってる人の体験談ってさ、むっちゃ聞きたいよね。だから私が当たったやつは言うよ。私が得意としてるのは、このスーパーに置いてあるハガキで、応募するタイプの検証で、
まあ、こんな感じでね、スーパーに行くこと自体もこんななんか10分で買い物しなきゃいけないぐらい、なんか時間に追いまくられてるので、なかなかね、そのネット検証とか、もうその他、いろいろある検証とかにまでトライできないっていうのがネックなんだけど、なんかもうぼちぼち、モチベーション上げて、せっかく検証ってやると、聞いてくれる人が多いんでね、ちょっと、いろいろやってみるかな、みたいな。でもこのまま当選率を、これに特化した当選率を上げていこう、ともなんか思いつつ、まあ結局なんかその、100% 当たるんだったらみんなさ、応募するでしょ。でもなんか、大体がさ、ネット現象のその、大型系のさ、あれだと、大型っていうか、当選者が一人とか言って、この商品ですとかってやるやつってさ、倍率とかさ、当選率とか考えたらむっちゃ低いじゃん。だから、無駄な時間に終わることが多いわけでしょ。その無駄な時間を、が嫌なんだよ。だからやってないんだよ。無駄なことはしたくない。もう。当たる確率が低いもの。検証というよりは、宝くじもそう。絶対私なんかだったら運がいいから絶対当たるよってすっごい言われるんだけど、でも常識的に考えて、当選率を考えれば、いくらその景品が1億とか3億とかってなったとしても、当たる率が低いから、そんなの買っても当たらないよっていう、その無駄な努力とか無駄なお金とか無駄なことを、に対しての、こう、なんかこう、考えがあって、買わないって感じ、なんかその、運を使い果たすとか、そういう発想じゃないんだよ。なんか、当選率とかを考えて、もう無駄だな、みたいな。で、ツイッター検証とかも、まあ、無駄だな、みたいな感じで。やるんだったら、なんかそう、私がなんかインスタグラムとかでやったのは、その検証とかの、その、なんだろう、その、なんだ、料理とかを作って、そのハッシュタグとかつけて、そのインスタグラム検証みたいな感じで、をやりたいなと思ってやってたわけですよ。そしたらなんかまあ、始めた時期が良かったんでしょうね。フォロワーの方が増えたりとかしてですね、ちょっとなんか張りのあるインスタグラム生活、インスタグラマー生活を送らせていただきまして、まあそれでもまだまだゴテゴテ。もうむちゃくちゃなんか投稿とかも写真のみしかやらないか。ハッシュタグとか説明とか何もなくポーンってやって、時間が空いてる時に説明を書いて、まあ YouTube も大体そうなったり、ゴテゴテって感じなんだけど。まあでもしょうがないよね。もうなんか自分のことだけに集中できないんだから、まあ。集中できないからこそこう、いろんなことを考えながら、なるべくなんかこう、その有効に、こう、有効な道をこう、ね、行きたいなと。ほんとなんか一日中なんか寝ながらさ、テレビとかさ、ずっとのんきにさ、なんかもうどうでもいい、なんかワイドショーみたいなやつとかさ、ドラマとかさ、CM とかもカットしないでずっとさ、なんか見てる人とかも、ありえないからね、もうほんとに。私なんかニュースとかでもさ、倍速で聞いたりとかも、最近そのニュースすらも見ないっていう感じになってきちゃってるからね、もう。まあまあそんな感じです。またこれね、喋ったよ。全部聞いてる人はね、絶対なんかね、なんかしら絶対なんかね、得るものがあると思いますよ。ぜひこの、脱線パターンの検証必勝法っていうのかな。検証トーク。ぜひ、よろしくお願いします。よかったら、コメントとかでね、いただければね、細かいこと、何を化粧品使ってますかとかって言われたら、ほら、ね、コメントで来たんで、これですとかって言って、こう答えられるので、YouTube のコメント一番、反映率が高いです。シャンプーについてとか、今何使ってんのとか、この間買った、AFC のやつはどうでしたかとか、答えられたりとかするんで、もう、結局シャンプーとかもむっちゃいろんなもん使ってるんで、いいやつを投資でずっと使ってれば、多分ね、ツヤツヤのね、もうツルッツーってした、もう髪のタレントみたいな感じで素晴らしいと思うんだけど、なんせ自分が実験台みたいな感じでね、いろんなものをね、使って試して、その使用感覚を、なんかこう、
塩感覚の、これをなんか別にそれをなんかね、すべて別に生地にしたりとかしてるわけではないので、自分の趣味で買ったりとかもしたりとかして、自分で実験みたいな感じで、なんか別にモニター案件でもないのに、興味を持ったら買うとかもしちゃってるんで、ねえ、なんか、ここな、こうだったよ、ああだったよ、とか言って、結局その、自分が得たさ、もう失敗も、良かった感も、成功体験とかも、結局美容院に行った時に、その美容師さんの方と、これこうですよね、とかって言って、話するぐらいしかないんですけどね。まあ、まあでもそれもいいでしょ、別に。みたいな感じです。ということで、本日は、これにて、終わりにします。では良かったと思ったらですね、チャンネル登録と、あと高評価、あとはコメント、ポジティブになるコメントよろしくお願いします。ちなみに嫌なこととか悪いこととか、バッドボタンとか、あとはその、なんかマイナスなさ、なんかネガティブなコメントとかやると、ネガティブなことって、なんかその、やったことが、その、なんだろう、全部主語抜きで自分の頭に、なんか舞い降りてくるから、絶対やめた方がいいよ。もう嫌いな人とかは、スルーするとか、もう、見てね、バット押すぐらい。見ないでバット押すんだろうけど、そういうことやってる、さ、その執着してる時間がもったいないから、もう、バット押して、自分にバット押してるような感じになるから、まあ、やめた方がいいよ。本当に。もう本当になんかもうどんどんなんか世の中法律とかもどんどん変わってきて、嫌がらせとかしてたら後ですんごいしっぺ返しとかが来るから、もう本当に取り憑かれたみたいにこうやってるようなやつ、まあ私に対してじゃなくてね、私なんかよりももっと目立ってやられてる人とかって多いわけだから、芸能人の人とか選挙に出てる人とか政治家の人とか、私の気にならないくらいなんかいろんな思いをしてるわけじゃん。そういうのとかさ、一切もう本当に、なんか全部自分に返ってくるから、やめた方がいいっていう。だから、ポジティブなコメントが書けないときはもうスルーした方がいいです。ということで、本日は終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。